中国悠々気候。今回は南西の国境地帯に位置する雲南省を訪れます。雲南省は中国で最も少数民族が多い省として知られています。面積の8割を山地が占め、かつては交通が困難だった雲南省ですが、現在は飛行機や高速道路がつながり、省都である昆明を中心に多くの人が観光にやってきます。こんにちは、辻村哲郎です。僕は今雲南省の昆明に来ています。ここは春城、春の街と呼ばれ、1年を通じて温暖な気候が続き、花と緑にあふれています。今回の旅はこの昆明を起点に少数民族が生活を営む雲南省の街を訪ねます。どんな出会いがあるか楽しみです。海抜およそ1900メートルの高原の町昆明は、紀元前からの古い歴史を持っています。さあ、雲南省の旅はこの昆明から。視界いっぱいに広がる静かな湖面。昆明の市街地から西へおよそ15キロ行った先にあるのが雲南省最大の湖、天池です。穏やかな気候に恵まれた天池の周りには、3万年前、旧石器時代から人が住み着いたと言われています。この天池が従えている山が青山です。断崖絶壁にかすかに見えるのが龍門石窟。青山は道教の聖地なのです。ここは龍門の入り口です。龍門は青山山頂付近の断崖絶壁に作られた道教の石窟なんです。それでは入ってみましょう。山頂まではロープウェイがあるのですが、辻村さんは下から登ってみることにしました。しかし、岩を削って作られた階段を通るのはなかなか大変。18世紀に道教を治めた道士が少しずつ岩を削って作った階段です。すべて手で掘ったと考えると気が遠くなりそうです。中国の古い民間信仰である道教では、修行のため道士が教えを学ぶ場所はあえてこんな険しい場所を選んだそうです。ました。ここが登龍門の語源にもなっていると言われている龍門なんですけれども、ここを触るとですね、縁起がいいと言われているそうなんで、とりあえず僕も触っておきます。龍門石窟は青山に12ある道教の石窟のうち最もよく知られ、人が集まる石窟です。みんな触ってます。玉は富の象徴ですからね。龍門石窟の霊源はこれだけではありません。清の時代、1781年から72年間かけて掘られたという石窟の中には、道教の学問の神様、海星などの神々が祀られているんです。ここに祀られているのは道教の神々だそうなんですけれども、これというのはですね、この断崖絶壁の岩肌をくり抜いてこうやって全部彫刻されているんですね。それだけ信仰心が厚かったということでしょうね。中国の受験シーズンである6月には、多くの受験生や家族がここまで参拝にやってきます。合格したら学問の神様、海星へお礼を言いにまたやってくるそうです。断崖絶壁の上に立てば、
街を覆う天地とともに伝説の世界が未だに生きているような印象を受けます。雲南省では明の時代からチベットと物々交換をする貿易が盛んでした。チベットの馬や毛皮と交換していた主な商品は茶葉。昆明市内にある雲南民族茶道館ではかつて茶葉が国の大きな財源だった時代の様子を知ることができます。この黒く固められた茶葉は日本でも有名なプーアール茶、古いほど価値が出るお茶です。この茶道館には雲南省が原産地のプーアール茶をはじめ雲南特産の茶葉や伝統的な茶器などが集められています。ひときわ目を引くのがこの大きな地図。雲南省とチベットを結んだ茶葉交易のルートが描かれたものです。その昔はこのプーアール、そしてその一帯で採れたお茶を、ずっと、大理、霊光、そしてシャングリラ、ずっと通ってチベットのラサで、さらにインドの方まで運んでたそうなんです。これを茶葉古道っていうんですけれども、昔は中国茶はこういったですね、円盤型だとかレンガ型に固めたものをこういったカゴに入れて、そして馬に乗せてずっと運んでたそうなんですね。はあ、ずっと置いてあります。茶葉を背負った馬が険しい山あいを縫って遥か異国まで通じた茶葉古道。茶葉が集められた重要な中継地の一つが霊光です。霊光は昆明から北西に向かっておよそ600キロの山地にある古い町。茶葉古道の名残を求めてやってきた辻村さん、早朝の街中を歩いてみます。趣たっぷりの家の屋根に木の魚がかかっていました。火事よけのお札のようなものだそうです。山を少し登ってみたら霊光の旧市街、霊光古城の全体が見渡せました。山に囲まれた盆地を瓦屋根が覆い尽くしている様子、見事です。何を隠そうこの霊光古城は世界遺産に登録されているんです。およそ800年の歴史がある霊光古城は町の中にいくつも川が流れ、石畳の路地が網の目のように伸びる町です。そういえば辻村さんはどこへ行ったのかな。ああ、いたいた。まだあまり開いてる店が少ないですけども、あ、ここは開いてますね。お茶屋さんですね。入ってみます。茶葉古道記念のお茶とかありますね。プーアル茶がいろいろ並んでます。あそこに茶葉古道で運んでたお茶を入れたカゴがあります。朝早くから開いている本格的な茶葉の店を見つけました。プーアール茶を発酵させながら茶葉古道を運んだカゴがこんなに置いてあります。